東向島駅は東京都墨田区東向島4丁目にある東武鉄道伊勢崎線の駅である東武スカイツリーラインの愛称区間に含まれている駅番号は TS05 開設当初は白髭駅そして1924年に営業を再開した際には玉ノ井駅の名称であったが1987年に現行の駅名に改称された 解消後も、駅名表には、旧、玉ノ井と表示されている。なお、1928年から1936年に、かけては、京成電気軌道の白髭線が接続していた。東向島駅の改札相対式ホーム2面2線を、有する公開駅である。ホーム有高長は重量編成に対応するが、東京メトロ、半蔵門線、 東急電園都市線直通列車は通過する。バリアフリー対応施設として2007年春に各ホームと1階改札内コンコースを連絡するエレベーターが整備された。浅草方面ホームのエレベーターは踊り場部分での乗り換えとなっている。トイレは改札内にあり、男性用と女性用は中2階にエレベーターと同時に設置された多機能トイレは1階にある。 2020年度の1日平均乗降人員は15,171人である。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下表の通りである。京成玉ノ井駅はかつてあった京成電気機動白髭線の駅である。東武鉄道の玉ノ井駅の北側、交差部の東に位置し、立体交差で地平の東武線をまたいでいた。廃止翌年に発表された 長い花風の小説、木刀北譚では、当駅の廃止直後の様子が描かれており、雑草に覆われた停車場跡の森土が残され、上司のような趣と表している。駅ホームとホーム下にある東武博物館のウォッチングプロムナード最寄りバス停留所は、水戸街道上の向島消防署前であり、以下の路線が都営バスにより運行されている。また、 明治通り上野とエバス、東向島広港自停留所も利用できるが、若干距離がある。京成玉の井駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。